国立歴史民俗博物館の内田純子と言います。先ほど小林みどり先生には西洋音楽の中での女性作曲家あるいはその女性という問題についてお話しいただきました。でこれからほんの少しなんですけれども近代日本の女性の音楽家についてお話ししたいと思います。近代の日本で西洋音楽の教育活動が始まったのは小学校中学校で音楽を教える目的で1879年に音楽取調べ係というものが設置されたことに始まります。音楽取調べ係というのは後の東京音楽学校と呼ばれた学校で現在の東京芸術大学にあたります。最初の入学者は22人いたんですけれどもそのうち7人が宮内省式部寮の雅楽を演奏する人その7人が男性 でそれを除いた15人のうち13人が女性でした。ですから15人のうち13人が女性ということで最初の日本の音楽教育の中で女性は多数派だったわけです。で当時音楽というのは男性の一生の仕事にはふさわしくないというふうに一般的に考えられていてで音楽というのは女性が関わる領分だというようなそういった考え方が占めていたためというふうに言われています。で最初の卒業生3人いたんですがこれは全て女性でした。でその一人に幸田信という人がいます。で幸田信は日本人として初めてボストンやウィーンで西洋音楽を体系的に学んだ人です。で幸田信は帰国後東京音楽学校の教授として明治の日本を代表する作曲家である滝廉太郎とかベートーベンの演奏家として知られるピアニストの久野久それから蝶々夫人を演じて国際的な名声を得た声楽の三浦玉樹などを育てたそういう人です。で東京音楽学校は優秀な女性音楽家をたくさん出したんですけれども明治40年代に東京音楽学校の教員は男性が15人いて女性は11人とそういったバランスでいたわけです。けれどこの音楽分野での女性の活躍というものが妬まれたりすることで当時のマスコミなどの風当たりが非常に強くて新聞などでは偉大な芸術をその女性の手に委ねるのは国辱であるというようなそういった記事も出たりしてで幸田信はそういった中で退職を余儀なくされたというようなこともありました。女性が職業音楽家として活躍するには社会的な壁が大きく立ちはだかっていたそんな時代だったと言えるでしょう。中でも当時女性の進出が難しかった音楽活動の領域に作曲があります。東京音楽学校の研究科には1907年に作曲部が設置されたんですけれどもこの年東京音楽学校予科に入学した人に松島常という人がいます。この人は皆さんもご存知だと思うんですがお馬という歌がありますがその作曲家なんですけれども日本の女性作曲家のパイオニアとなった人物です。で彼女はその作曲部で勉強したいというふうに望んでいたんですけれども当時は作曲部には女子は除外するという規則があって彼女の希望は叶えられませんでした。で女性で作曲に成功した人はいないというのがその女性は除外するというその理由だったというふうにされています。こういったその明治の終わり頃の時代に生まれて主に昭和時代に活躍した女性作曲家がいます。で吉田貴子さんと金井菊子さんこの2人が同じ頃に生まれた方なんですけれどもここでは西洋音楽の手法で沖縄音楽の魅力を伝えた作曲家ということで金井菊子さんについて紹介しましょう。金井菊子はですね1906年に沖縄県の宮古島で生まれました。
でお父さんはカビラ長慶という人で、お母さんはオミトという人で、お兄さんと2人の姉がいて、そこの家庭の三女として生まれました。でお姉さんにはですね、沖縄音楽の歌姫というふうに呼ばれている高良佳奈という人がいます。で菊子は小さい時から琉球音楽に親しんで育ったんですが、少し成長して沖縄本島の沖縄県立第一高等女学校に進学しますが、そこで西洋音楽に触れて西洋音楽を学びたいというふうに考えて、そして上京します。で東京の中野にあった日本音楽学校の声楽科に入学します。で1930年に、その学校を卒業して、その後活動写真館の歌手として働いたり、あるいは大学オーケストラの演奏会に出演したりして、音楽を卒業しても勉強を続けました。で、ちょうどその頃、生涯の伴侶となる金井源四郎と出会って1932年に結婚します。でその後菊子は小学校の教員として働くんですけれども、源四郎の勧めもあって1935年に東京音楽学校、今の東京芸術大学ですね、そこの専科の作曲科というところに入学します。でさらに翌年は同じ学校の研究科に進みました。で当時のこの作曲の世界では、女性に対する、女性が作曲なんてっていうような、そういった冷ややかな目があったり、それから沖縄音楽に対する偏見などもあって、菊子はそういった偏見などを感じながらも、音楽活動を続けて、そして和声法ですとか、それから管弦楽法、対位法、それから十二音技法なども学んで、戦中戦後を通じて精力的に音楽活動を展開していきます。で菊子はこの沖縄の音楽を発展させたいという非常に強い思いがあって、沖縄音楽をモチーフにして交響曲とか舞台音楽、映画音楽、それから歌曲、器楽曲、合唱曲など、非常に多彩で多様なジャンルでたくさんの曲を作っていきます。で作曲活動に加えて菊子が行ったもう一つの大きなことというのは、沖縄音楽の研究です。沖縄本島や伊江島、宮古島、八重山諸島に伝えられる民謡やわらべ歌を研究して、楽譜を作って1954年に出版します。琉球の民謡という本ですけれども、こういった伝統音楽の研究というのにも菊子は力を注いで活動しました。でこういった菊子の音楽なんですけれども、今回のこの天使のピアノで紹介するにあたりまして、菊子の作曲、菊子のピアノ曲の中では、今回のプログラムに入っているアダージョとアレグロというのは、こういった琉球音楽、沖縄音楽をモチーフにした音楽ということでは、そういう曲とはちょっと違っていて、菊子が、少しその技法を習得するのに少し苦労した、それが十二音技法だったわけですけれども、そういった現代音楽の手法も一生懸命勉強して自分の曲の中に取り入れるという、そういうようなプロセスがあって、菊子のそういった作曲の技法に対するこう真摯にそれに取り組む姿ということを感じることができるプログラムで、とこの天使のピアノという、このピアノは非常に残響も長くて、で内部の構造もモダンなピアノとは違うということで、このピアノをメンテナンスする人も調律をする人、そういった技術者も、それから演奏する人も、それから演奏される曲も選ぶような、そういった非常に個性のあるピアノなんですけれども、菊子が作曲した曲の中ではこのアダージョとアレグロをがこのピアノにぴったり合うのではないかというようなことで、ピアニストの三好先生ともご相談して、今回のこのプログラムの中では金井菊子の音楽を紹介するということで、アダージョとアレグロを選曲いたしました。